ようございます。お願いします。よっしゃ、いきます。えい、はい、さあやってまいりました、船橋久しぶりです。さあ、1ヶ月ぶりになりますね。まあいろいろありまして、で今日は抽選がちょっと遅かったんですけど取れるか、まあまあ空いてるけど昨日出てた台は避けよう。角行こう、角、よし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 、はい、一応ちょっと狙いの方の角は取られちゃったんですけど、毎回角がいけてる番長、久しぶりなんでかましていきたいと思います。頑張ります。はい、おはようございます。それでは、行きたいと思います。久々の収録です、船橋。いやー1ヶ月ね、待ちました。まあ、緊急事態宣言、まあしょうがないですね。もうこの1ヶ月ですね、まあ正直収録はしてないですが、まあホールでは打ってたんですけどね。あとはまあうちの子たちのねカメラとかいろいろ深夜の収録とか、まあねちょっとホールでね、日中に収録等できない分ですね、まあいろいろやってきましたが、ちょっと鬱憤を晴らしたいと思いますね。で、まあ毎回あの角台が良かったので今日はまあ角台を狙ってみました。前日のいちごちゃんも角台だったようですが、まあこの動画はねどっちが早く出るか分かんないんでネタバレになっちゃうんで言いませんけど、なかなかのもう引いてるようなので、ね、私もちょっと見せ場を作って解消、お射程ダブル来ました。29ゲーム、最近その、まあ、愛知県ではねちょっと収録やらせてもらってて、アイルンが、ね、番長であの絶頂引いてますんで、カウンター5できてる。なんか結構みんな番長さらっとプレミア引いてくんで、ちょっと私のねちょっと立場が番長、ね、割とね頑張って打ってる方なんですけど、はい、カウンター5、また1、これで、ね、確定でお願いします。確か新年一発目もあれ私確定対決から入んなかったっけ。ほんでカオル先生どうや、これ勝ってんちゃう。はい、まあ特訓で勝ちます。はい、かまします。51ゲーム、今万枚出せる機種もこれぐらいだよな。あと正宗があるかこのお店だと。はい、駐車でもう勝ちました。15ゲーム、16ゲームですけどまあ問題ない。勝利手でも問題ない。火薬引かないけど、うおー、うっそマジ、おいちょっと待ってよ、がっくし、余裕かましまくってましたね私。マジですか。いやー、やりがいある。ちょっと頑張りますわ。まあ、初対決も、まあ、もちろん外しの、あーきつきついな今の。弁当ダブル、うわ弁当が2個来ました。これでトータル4、対決取ってもええやで。俺み来たぞ。はい、弁当対決いかついの聞きました。354いきます、絶対勝ちます、見ててください。よいしょ、
行きます、負けられない絶対、弁当なんだから。うわーマジで取って、よし、夜商店街、夜取ってる。いや危ない、投資が今10本、これでちょっと止めたいですね。うわ特訓か、やばい、追加投資が必要かもしれない。まあ問題なく勝てる、まあ、と言いたいところですけど、初っ端あれ外してますんでね。これで16ゲーム、17ゲーム8点。相撲これでマジですか、弱っ。よし、あ、よし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 、サンキュー、オーケー。まあ、ここで弁当渡す。さあ弁当対決からです。気持ちいい、カウターも39ということで、やっちゃうよ。いやー頑張って、やっちゃうよ。早い残酷、どうだ、どうか、工場セーフ、650ゲーム、素晴らしい、はい、悪くないよ、悪くない、投資28本だけど悪くない、当たり2回目。いやだからもうこれがあのすでに80パーループの天国の、ね、絶頂控えてると思ったら、あ全然余裕です。あーループとかどうだろう、ないかな、いや OK 持ってた初期ループ、サンキュー、ないかな、おおループ2個目最高です。はい、あ8セットね続きましたけど、778、これはどういったものか、勝ってしまいました。天井かな、天井ビビではなかった、192、1529ゲーム、ちょっと気絶しそうだった、途中何もなさすぎて、でも本当にやばい、どうしよう、これ3回目の当たりです、まだ、はい、投資が53です、絶望的です。初期ループなしと377枚、ちょっと2000枚足りません。563、まあ引き継ぎかな、引き継ぎだよね、2000枚足りませんので、2000枚出る台行きたいなと思います。うわぁ全飲まれ、全部飲まれました、終了、なんだそれ。もう最後は神頼みしかございません、最後のパッキーをですね使ってゴッド引きに行こうと思います。
もう一撃で2000枚出るのはこいつしかいない。もうプチューンすればいいんですよ。もうゴッドしか狙ってないから。ね、来るっしょ。来ましたね。さあ何でしょうか。冥王でもいいよ。あ、ゴッドか。あだす。さあこっから逆転ですわ。行くで。行きます。綺麗ですね。さあ久しぶり。500枚とかでも終わるからね。ちょっとそれだけ気をつけて。この間にね、まあ、もう1回とかね、ちょっとプラスアルファで引かないと頑張ろう。はい、はい、100駆け抜け。さあジャッジメント3ついきます。あーです、来い。オッケー、いきます。さあぶっ壊すでいい。頼むよ。来い、ナイス。カットイン。来ない。残念。ナイス。マジ歯で揃えないと話にならん。まだまだ。ナイス、でかい。サンキュー。お、うまい。ほい。うわー、チャンス目。いけるいける、オッケー。よ、優秀よ。ナイス。50でかい。いい感じです。 OK。 あー終わった。150、まあ上出来ですね。 OKOK、 いける。さあ行くぞ、頼むぞ、ハーデス。いいね。あ、セポネです、行きます。うわうわ、ハーデスあんなに良かったのに。しょうがないか。マジ頑張って。オッケー。うわ、ダメなの。
うわうわうわ、弱っ。はい、しょうがない。まあ、これで230。まあ、ここで頑張ろう、中でね。もう一発ゴッドだ。全然上乗せはできるからね。まあ、200駆け抜けも全然あるけど、頑張ろう。はい、終了。何も上乗せすることなく終わりました。ないわ。はい、さあ通常画面1094。まあラッキーですね。はいはい、ということで、とりあえず、まあ、一発かましておきましたけど、ちょっと上乗せよ、良かったですね。1000枚。まあちょっと今日の私の引きじゃこれが限界でした。はい、ありませんでした。とりあえずやめますか。はい、はい、実戦が終了しました。お疲れ様でした。1ヶ月ぶりのですね収録ということでですね、気合い十分で、臨ませていただきましたが、まあ、抽選番号が悪かったことがですね一番の敗因かなと思ってるんですけども、一番通路側の、ね、狙い台があったんですが、なんか加藤さん、ね、収録の時結構強めだなと思って行きたかったんですが、今絶頂2回と、なんやかんやで5000枚オーバーというところになってますが、はい、それに座れなかったことが、まあ、敗因ですが、奥側のね、番長3行ったんですけれども、まあ、一応、四隅の、ね、角の台に座ってみたものの、ちょっと結果をご覧いただいた通りで、なんと、まあ、ART 4回引き戻しのもの含めて4回しかね、入れられなくて、まあちょっとこうやりきれない、ね、4回ともやりきれないということになってしまいまして、なんといってもボーナスが引けない、ね、ちょっとそれが一番の敗因かなと思いますが、もしかしたら設定4あったかもしれないんですが、まあちょっと内容的には4か2かという感じだったので、まあちょっと切り上げ、ね、見切ってやめましたが、結果的にちょっとそこでかなり粘ってしまいまして、投資がなんと53本ですか、そこで、結局、まあ、一応最後500枚ぐらいは出たんですけども、まあ500枚ぐらいじゃどうにもならないと。でそこでねそれ続けるわけにはいかなかったので、まあ、番長他の台でもね開けば打ちたかったんですけど、もう開かなくてですね、でみんなまあやっぱり何かしらいい示唆が出てたのか分かりませんが、意地で打ったのか分かりませんが開かなくて、結局その後ディスクに行ってですね、それを全部溶かし、なんと1回もね、当たりも来ず、ね、ペラポンもなしというところで、何の面白みもないただ飲ませたディスク、ね、流れてるかも分かりませんが、はい、その後にまあ最終的にハーデスちょっとね触って、もうやっぱり一発で2400枚、ね、可能性があるものを、ね、いきたいなと思って、まあ、他の台でも良、ね、かったんですけど、ハーデス触られてないんですが、なかった台なんですけどね、バラも、ね、かなり、調子良くて、今日は、7つの滞在とか、まあ、5000枚とかですね、まあ、寝台増大もある中でなんか全体的にバランスよくなんか出玉があって、まあ、そこでハーデスとか打たれてないところは、ね、チャンスがあるかなと思って打ってみたら、まあね、見事、今年初のゴッドということでたまたまのラッキーですが、はい、それがまあ1000枚出てくれまして、結果ですね、投資が2726枚、回収が1054枚ということで、3枚でマイナス1672枚ということで、1ヶ月ぶりのですね、収録、ちょっと5000枚出せる台は、ね、たくさんあったんですけどね、番長しかり、その、ね、7つの滞在しかり、
いや読み方知らないですけど7つの大罪でいいんですか、はい、あとは、政宗もね5000枚寝台ね出てますし、もう至る所で、箱がありましたが、はい、まあこんな感じです。はい、まあ、ちょっとまた次回リベンジね、終戦を引くことができればですね、リベンジできると思いますんで、ちょっと頑張って打ちたいなと思います。でまあ6号機の方でも全然チャンスがあったんで、まあ狙い台じゃないときはちゃんと6号機打とうかなというふうに思いました。はい、というわけで、まあ、ちょっと久しぶりの収録だったんですけど、まあ、かなり常連さんとかフォロワーさん、一緒に打ってもらって、楽しかったですし、お店もかなり盛り上がったので、また次回期待して打ちたいなと思います。はい、という感じで、最後ちょっと出たんで負けた気持ちがありません。はい、気がしませんね。はい、というわけで、また次回頑張ります。ありがとうございました。最後、ね、お財布に1000円しかありませんでした。ありがとうございました。